こんにちは、チョークトリオです。今日は書き方の異なるリンゴ2パターンをご紹介します。皆さんはどちらのリンゴがお好みですか？どちらも同じオイルパステルを使って書いているのですが、なんとなく違いがわかりますか？手順を少し変えて塗ってみたので、比較を楽しんでみてくださいね。いつも使用しているペンテルのオイルパステルです。25色、36色、49色セットがあります。いろんなメーカーさんのオイルパステルがありますが、こちらは比較的固めです。ある程度重ねても色が乗ってくれるので、混色もしやすいです。こんな風に上から違う色を重ねてもしっかり乗ってくれます。繰り返すと乗りにくくはなってきますが、それでもかなり重ねられる方だと思います。この特性を生かして、一つ目のリンゴはベースで塗った色の上からメインの色を重ね塗りする方法で描いてみます。それではベースの色を塗っていきます。まずはオレンジ系の色で輪郭を取ります。まん丸より多少ボコボコしていた方がリンゴらしさが出ると思います。まずは黄色系で全体を塗っていきたいのですが、その前にリンゴの特徴をもう一度確認していきます。リンゴってこの上部のヘタのあたりに特徴があると思うので、このあたりは特に丁寧に観察して描いていきます。形状も少し意識しながら塗っていくと頭を整理しやすいですよ。後からメインの赤色をのせるので、ベースの時点であまりこってり塗ってしまうと上に色がのりません。塗りすぎないように注意します。下の方にオレンジも少し入れてグラデーションにしておきます。ベース自体にも少し立体感を出しておきます。アクセントにグリーンを足します。赤を入れた後では色が濁るので、グリーンを入れるタイミングはここにしましょう。ヘタのあたりはグリーンが多めでもいいと思います。こんな感じでランダムに入れておきます。全体に色がのったので、一旦指で色を混ぜていきます。ヘタのくぼみの形状を書き込むように塗っていきます。
谷に向かう角度も大事です。しっかり観察していきます。くぼみの底にしっかり影を落として深さを出します。上に向かうほど明るくなるグラデーションにします。この辺りでヘタも描いていきます。ベースができたので、いよいよ赤を重ねていきます。リンゴのコロンとした形を描き込んであげるイメージで色を入れていきます。特にこのヘタ付近の部分はしっかり描き込んでいきます。リンゴの縞模様も描き込んでいきます。次はもう一段階濃い赤を重ねていきます。影の色を入れます。リンゴの一番暗い影が落ちているところです。焦げ茶色を影に使ったんですが、もう少し深みのある色にしたかったので深いグリーンを上から足しました。グリーンは赤の反対の色なので、赤と混ぜると黒に近づきます。そしてパステルの黒よりも自然な影の色になります。影が落ちる場所を中心にさらに濃い赤を重ねていきます。この辺りになると色が乗る限界に近づいてきます。力を入れてしっかり色を入れていきます。
余談ですが、リンゴつながりで以前アップルパイの対決動画も出していますので、よかったらこちらもご覧ください。ヘタの影を描き込みます。このヘタの影があると光がどこからやってきているか一目で説明できます。リアリティが増すので忘れず描きましょう。仕上げにハイライトを入れます。ググッと力を入れて白を置きますと思ったんですが、なかなかうまくのりませんでした。ハイライトは後で別の方法で入れたいと思います。最後に細部の描き込みをします。黄色で小さい点を描いていきます。ハイライトの仕上げです。ポスカやアクリル絵の具で上から少し足してあげるとよりメリハリがつきます。はい、仕上がりはこんな感じです。黄色みが強いリンゴを描くのに合った描き方かなと思います。続いては先ほどのベースの上から重ねていく塗り方ではなく、色を順番に入れるやり方です。この方法は色を重ねて塗るのが難しい柔らかめのオイルパステルにも向いていると思います。柔らかいパステルは重ね塗りするとすぐに滑って色が乗らなくなります。2つ目のリンゴはなるべく色を重ねず一発で決めていく塗り方になります。明るい色から塗っていきます。一つ目同様オレンジで輪郭を取ります。こちらも形状を意識しながら塗っていきます。ハイライトは特に上から足すのは難しくなるので最初から入れておきます。
この段階からリンゴの丸みをしっかり表現していきます。ヘタのくぼみは濁らないうちに暗い色を入れておきます。黄緑で黄色につなげます。黄色の隣にオレンジ系の赤を入れます。自分に一番近い手前部分は丁寧に塗っていきます。黄色に完全にかぶせないように赤色を置いていきます。最初に描いたリンゴと違って黄色と赤色を別々に置いていく感じです。深い緑で影色を塗っていきます。上から1段階濃い赤を重ねて自然な色に調節していきます。赤やオレンジのメイン色で色をつなぎ全体をまとめていきます。手前側を中心に描き込んでいきます。
リンゴ1同様に最後に黄色で点々をのせていきます。細かいハイライトは最後にしっかり入れます。これも必要であればアクリル絵の具などを使ってもいいと思います。こちらは重ね塗りのリンゴよりはっきりと赤が出ました。皆さんはどちらのリンゴが好みでしたか？同じパステルでも描き方を変えると少し雰囲気が変わりました。最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったよと思った方はグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録していただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたチョークアートしましょう。さよなら。